常識に侵されたという常識を信仰している常識宗教の方々には信仰上の理由で受け入れがたい事実とは思いますけど、クリスマスはその魔女の執り行う儀式ですので、その関係ない宗教の方や魔女以外の魔術師でも危ないし、魔術師はその時魔女呼んだからね。ほんで、未熟な魔女は今度の精霊界から舐められますのでね。で、なんかちゃんと責任持てる魔女しかね、クリスマスは取り行ったらいけないので、そういう責任持てる魔女一応取り行いますけど、それ以外の魔女やそれ以外の宗教の方がね、クリスマス取り行いましたら、その規模によってはね、本当に世界規模に悲惨なことが起きますよ。で、そのヨハネ黙示録で警告してあるのも、そういうクリスマスに関して、そのキリスト教徒が、キリスト教が資格ないのに行ったから、キリスト教の世界が、キリスト教を信じてる世界が悲惨なことになるっていう話であって、だからすごいなんかシャーマニックでしょ？ヨハネ黙示録は。まるで多神教の神話みたいな内容でしょ？ね。その警告なんですけど、わかるかな？でも、わかろうがわかる前が、精霊界は許してくれないでしょ？あなた方のこと。